よほど工業チャンネルご覧の皆さん、こんにちは。見取り図、森山です。そして皆さん、中村風です。ふぅごめん芸名やから。あ、そうなんです。吉田光平です。お願いします。この番組は吉本興業の養成所、NSC ですね。同期だったメンバーで在学中のね、思い出とかをまあ話していこうじゃないかと、はい、語っていこうじゃないかという番組ですよ。はい、NSC、はい、いかがでした？みんなね、通ってたから。確かにね。うん、NSC でも僕はちゃんと行ってた方ですよ。あの途中から行かないか。やってるやろ。おわ、あかんもん吸い込んでるやろお前。何？笑うとこなかったの今。別に意味わかれ。ほんまに意味わからん。ふもうええ。いつ帰った？芸名なくなふうなってるから。どういうこと？その間どん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 じゃら、あの来なくなる人もおるじゃん。おるおる、そらね。でも僕らは、あ、でもちゃんと行ってた方でしょ、3人。あのマジで何？マジで何？いやいや、帰ってこんから。ネタミスは行ってた。ああ、そうか。どっちやろ、行ってたんかな、俺。僕は行ってました。いや、行ってなかったと思う。多分吉田たちは森山君真似して行かんようになった。あ、そうそう。あの、僕、同期なんですけど、はいはい、こいつの高校の2年先輩。そうなんですよ、はい。こいつの地元の2年先輩。だから、最初敬語やったしな。普通に高校の先輩がおるから。今はもうタメ口なんですけど。はい、同期なんでね、今。なんでタメ口なんかまだよくわかんない。いや、もうええやん。一応先輩やから。13年ぐらい経ってんねんな。で、吉田たちはほんま右も左もわからんクソガキやったんですよ。18歳。ね、で僕よく車で、ね、実家の車乗って、うん、夜中どっか行ったりしてた。行きました。全部ついてきて吉田たちめちゃめちゃ尖ってたからあんまこう慣れこくせえへんや、みんなとつるま、うんうん、でもなんでか僕の後ろだけはついてくるんですよ。なんでドラクエみたいにこのフォーメーションでどこ行ってもついてきてたから。確かに直角に曲がってた。吉田たちとか確かにそんななんかつるまであんま喋ったことないもんな。多分 NSC 出てからやもん、うん。お前、しかも中村君、あれですからね、はい、A クラスって言って、選抜クラス。選抜あの、まあ、こうクラス分けされるんですよ。別にいい順とかじゃないですけど、ネタ、まあ、仕上がってたら A みたいな、うん、結構最初認められてたもんね。まあ、最初ね、風神雷神ってコンビで。風神雷神ってね、当時。だから、その名残の風がね、今。あ、それまだ残してる。はい、それです。あの時の雷神君は何してるの？はい、今なんかあのもうやめて、もうやめて今なんかあの東京で AV 監督。すごいな。トリッキーやな進路。のほりっていう名前なんですけど、チャーリー中田っていう若者の名前。そっちで芸名つけて。でも風神雷神見た時に一番最初はめちゃくちゃうまい声だなと思ったな。めっちゃうまかった漫才。うん、だから最初こううまいっていうなのでちょっとねこう先生からの評価もな、うんうん、あったし。めちゃめちゃなんかお弟子さんかな思ったもん。お姉さんから NSC 入ってきたんかな。めっちゃファンやったからお笑い。そうなんですよ、ね、彼ベース吉本の追っかけしてたんで。そうなんですよ。今でもロザンの菅さんお会いしたらなんて呼ぶ。スガちゃん。あかんやろ。あん時の気持ちのままで言ってあかん。後輩やねんから。残って持ってるからまだ今。俺もお笑いめっちゃ好きでめっちゃ見てたけど、あの声ちっちゃいしか最初言われたことなかった。いやでも最初基本的なことばっかり言われんもんな。何言ってるか分からへん、はいはい、やっぱ大事やなって思う。その当時だってハイスクール漫才とかもなかったか俺らの。いやギリあったけど M1 甲子園って名前。 M1 甲子園だけど今だって多いんでしょ NSC ハイスクール漫才のこのエリートたちが入ってくるとか、うん、すごいなそれはそれでみたいな、ね、うん、本田先生の授業は俺絶対出てた。ああ本田先生ね、褒めてくれるから。うん、確かに本田先生もうナイナイさんでもよくお話出てくるよね、うん、有名な NSC の先生なんですけど、うん、今でもこうレクチャーしてくれはるもんな、うんうん、見てくれてはりますもんね、今でも M1 前とか結構長文であの落ち着いていきなさいみたいなメールくださって、めちゃめちゃいい先生、うんうん、ただ多分ずっと同じ寝るシャツ着て30年ぐらいそれか200着ぐらい持ってる同じシャツを。皆さん、僕一応今 NSC で講師してるんです。え？え？あ、そうか。そういえば、ね、もう3年ぐらい。はい。あれやな。年に2回とかね、3回。あれやな、ツッコミの講師してるんや。え、ツッコミっていう授業、やばいって俺。現役で。ツッコミ。いや、ちゃうよ、俺はラップの授業。何してんの？何してんの？こういうね、特別授業もね、NSC にはあるんですよ。すげえな。まあ、これはラップの授業という名の、まあ、一応狂言という、はい、表現という科目になるんですけど、ね、すげえな、でもだから結構教え子多いよ、うん、
ランランってやつとか。あ、そうなんですか。39期ぐらいから。そう、最初卒業してきたらまず俺のこと森山先生って呼んでたから。だから俺らが蓮見正夫さんのことを蓮見先生って呼んでまう感じで。マジで。そうやね。何人か先生ってまだ言ってくるな。あの外でビラ配ってる大学生。先生。先生、森山先生。なんか俺も先生って言われたの。やってまうねん。いや、まあ、横断りやもんな。俺は先輩方とかね、でも僕らでジュニアさんとか。ああ、ね、先輩特別講師ね。そうです、大先輩。それこそ俺らの時、しんすけさんやん。そうやね、DVD になってる。あの時 DVD にもなってたから。俺、出てないけど、その授業。あ、出てないよ。俺出てない。あ、そうなの。俺も出てない。NSC 入って良かったことある？良かったことは、でも、ほんまに同期ができるっていうのはあのすごいなんかなこのなんやろな、泣くん泣くん違う違う同期ができるのいやでもそれはめっちゃわかるよ、うんうん、なんかお笑いを学んだというよりかは、うん、ほんま唯一無二の同期ができたそうそうそう先輩はいっぱいおるし後輩は無限に増えていくんですけどね、うん、彼らは唯一無二ですから、うん小学校よりも長いから長いやっぱ NSC の時の話って入らないと無理ですもん、うん、あのずっと僕ら同期でデルマパンゲっていう、はいはいはい、そいつは一般のとこからオーディションで入って29期として同期なんですけど、はい、僕らがたまにこうやって在学中の話したらめちゃめちゃ嫌がりますから、うん、知らんから知らんからだから NSC はねこう友達じゃない同期を作りにぜひ来てほしいです、うん本音ってちょっと恥ずかしいけど、うん、かけがえがないよ恥ずかしいなよう言えたのかけがえがない俺そんなちゃんと意味分かってんこと良さそうやけどこれはトリガーラスープの缶ですかこういうのあるけどウェイバーの告知ですこれはNSC では2020年生徒募集中です4月末まで募集締め切り延長しました毎月説明会も開催しております、うん、詳しくは NSC のホームページや SNS ご覧ください皆さんのご応募お待ちしてます普通に学校として40万円ぐらいって安いな確かにね1年間はいもうあの楽しんで吉本来てくださいお願いですから吉本来てくださいどうか吉本にどうか頼むんで吉本興業に来てくださいとりあえずある程度まで面白くなってそれ以上は面白くならんとずっと吉本に置いてということで NSC カタログ29期編でした、はい